やっちゃうよ、ライジョンネストで今日もやっていくんですよ。今日はね、このトリトンロイやっていきたいと思います。でですね、このトリトンロイなんですけどね、個人的にね、今の環境で一番強いと思ってますね。まあね、その一番強いっていうのも何をもってっていう思う人ね、いると思うんですけど、個人的にはね、そのね、ほぼのデッキに勝てる。ですね。で、絶対に勝てないっていう相性のものが、あんまりないっていうか、ラバクローンぐらいかな。うん。しかも、それも、5回に1回は勝てるぐらいなんでね。ラバクローンが多分一番相性悪くて、他にはね、まあ、ラバにはね、基本ちょっと相性悪いんですけど、他のね、デッキにはね、ほぼ勝てるっていうので、強いと思っています。で、俺は、環境でね、強いデッキを使いたいので、まず、めちゃくちゃ、もう最強級にね、今一番強いトリトンをね、まず絶対入ったデッキを使いたくて、このデッキを選びましたね。まあ、トリトンが入ってるデッキだと、このデッキが今一番強いかなっていう感じですね。よろしくと。バルーンとかもね、ちょっと雪玉とかがないんで、空もね、ベビーメガゴだけなんで、うわー、ラバクロンじゃねこれ。待って、俺さラバクロン種すげえんだけど。あ、よかった。なんだろう。スケアミマスケ。トスケありそうだなこの顔。もし、橋前トスケとか来たらね、迷わずライトニングって。で、このデッキ大事なのが、空マウントですね。この辺でちょっとタゲ外しちゃおう。で、ね、空マウントって何ってね、思う人ね、いると思うんですけど、やばい、もうえぐい、そうだ、トスケアミスケ。スケラムきついって今言ったらちょっとあれなんだけど、スケラムきついです、ちゃんと。はい。で、スラマウントっていうのはね、なーにって思う人いると思うんですけど、デッキに入ってる、なんだろう、空に対抗できるカードあるじゃないですか。まあ相手だとマスケだとかコウモリだとかね。そこら辺を潰しちゃうと、空のユニットって一生残るんですよ。絶対に攻撃されないんで。そうだから、そういうユニットをね、ちゃんとライトニングとかでね、マスケを飛ばしてあげてから、やってあげるとね、よいしょ。で、こうやって、マスキをしばいて、じゃーんと。マスキ編みか、コウモリが来る。と思うので、コウモリをちゃんとね、こうやってやって潰してあげると、逆にこうやってメガが残る。で、これでミニペとかはね、空に対して何もできないじゃないですか。だから、こうやってね、空のユニットが残るという感じで、で、またね、マスキとかを引き出し、それをね、しばいていくと、だんだん有利になれるっていうのがね。で、このデッキ、高回転でベビーメガゴがね、回るんで、そこら辺ね、結構強いんですよね、やっぱ。空に対して。よいしょ。なので、スラマウントも取られにくく、取れることがね、圧倒的に多いですね。でも、これは、コウモリが来たらコウモリ行っちゃおうかなって感じなんですけど。OK。来ると思った。よいしょ。まあ、こういう感じでね、軽く許容しながら押さえてあげて、よいしょ。まあ、これも、パッてスケで、パンパンって感じで。いやー、これやばい。それやばい。なーぶない食ったー残らねえ。が、これね。ここでミニペが来るんで、処理はしたい、処理したいのに。やばい、これあれだわ。来るわ。ジャイが。来るよねー、だよねー。で、これあれなんですよね、そう。こうなるんですよ。だから、トリトンで引っ張ってあげて、ジャイのダメージを防ぎたいのに。びっくりしたわ、今。オッケー、竹変わってる。これチャンス。圧倒的チャンス。よいしょ。はい。で、まあ、これはコウモリとかね、来るのかな。うぃ。お前かい。そう。で、ちょっとずつ残って、この、いけ。よし。とりあえずオーブンですね。で、これ、ジャイが来るので、引っ張ってあげて、はい。でも、ジャイスケラでスケラ先打ちしてきた相手はね、大体ジャイが来るってね、覚えておくと、こうやって今、先にね、ジャイを見る前にね、トリトンを引っ張ることができるので、おすすめっす。
おすすめし。はい。で、まあ、こういう感じでね、たまに端前エロいからやってあげて、はい、よいしょ、グッドゲームという感じで、危ねえ危ねえ危ねえ、こうやってワンチャン、グッドゲームとか言ってワンチャン狙ってくるから、うぇい、危ねえ危ねえ危ねえ。まあ、そんな感じですね、端前、まあ、端前っていうかね、ジャイスキャラってね、いちいち取った後に、スキャラを先打ちしてから真ん中にジャイポーンってね、置いてくるんでね、もう、読みでいきましょう、皆さん。よいしょ。って感じですね。まあそしていよいよ今日は、B グループ全部終わり、ファブが1位で通過してましたね。すごいね、シンプルに。やっぱジャックとかめちゃくちゃ強いし、2v2 もね、一時期ちょっと勢いがあれだったけど、勝ってるしね、すごいなと思います。俺らもね、ちょっと頑張んなきゃなって。ファブとか4-1かな、2v2 確か。俺らっていうか、ラドライキは1勝2敗かな。なんでもうね、チンチンなんでね。これから、全勝でいきたいと思っています。この人なんだっけな、スパーキーじゃなかったかな、スパーキーの人だった気がする。よろしく。スパーキーの人だった気がするんだよな。なので、ガコモレとかね、コウモリがいっぱい入ってたらめんどくさいんですけど、ダックプリとかメガゴとか、そういう感じの重ためのね、スパーキーデッキだったら、ちょっと相性がいいんですけど、お、エレキ入ってる。あれ違うのかな、スパーキーの人じゃないってこれ。スパーキーの人だった気がするんだけどな。なのでトリトン。よいしょ。おや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 。ゴレか。ゴレなのか。よいしょ。まあこれダクネ引っ張ってくれるのでね。そう。奥底にいるとね、ダクネとかってめっちゃめんどくさいんですけど。これいっちゃうか。呪文押さえたし。よいしょ。これ言っと構え。よいしょ。いや、レイジだと、ちょっと早いなぁ。いやー、勝利された。頼む、残れ。一発、いけ。よし。で、なんだ。ランバー。普通にゴレか。スポーキーの人だって気がするんだけどなぁ。ちゃうかぁ。出てこないですね。次トリトン咲くと怖いのでからのウッドで軽めに処理していきたいなと。オーブン残り、またポイズン打ってくると思うんですよね。分からん、デッキが全然分からん。ジャイってことは、多分スパーキーだと思うんですけどね。ということで、よいしょ。いや待て、このロイジャイやってるわ。はい、いいですか皆さん。このロイジャイね、やってます。やってるので、皆さんがね、このロイジャイちょっと真似しないでほしいですね。よいしょ。あ、スパーキー来た。スパーキニングが。よいしょ。危ねえ、ライト強え。俺普段ライト全然使わんけど、防衛で言ったらめちゃくちゃ強えな。端前スパーキーに強いです、ライトは。はい。ということでね。とりあえずまた、これで、陰キャ系ですね。あと、ウッドライトで終わるので、ここはまあ、ライト、あー、オーブン逆でよかった。これオーブン無視できない形作れたのにな。もったいない。まあ、あとは、トリトンとか適当に出して、はい。今適当に出してね。よいしょ。OK。さて。よいしょ。いっかな、いい感じですね。で、あとはまあ、安牌。まあ、正直、ウッドライトはあっちに打ってもよかったんですけど、まあ、念のためですね。念のため、ライト打ち、ウッドで、グッドゲームという感じで、まあ、スパーキーとかには強いですね。やっぱり。だし、相性がちょっといいぐらいの相手だったら、そのね、デッキが強すぎるんで、なんだろう、楽に勝てるですね。ちょっと相性がいいだけで、今みたいに結構楽に勝てるっていう感じですね。やっぱ強いな、本当に。で、海外のね、プレイヤーとかも、なんかいつもはね、ペッカ得意なプレイヤーだったりが、みんなね、それも揃ってこのトリトンロイを使ってるんですよ。ラバ得意な人とか、ペッカ得意な人とかね、みんな、まあ俺も含めてなんですけど、今トリトンロイを使っていて、みんなね、7000に行ってるんで、まあ、その人たちが上手いっていうのももちろんあるんですけど、やっぱデッキが絶対に強いですね。明らかにその使ってる、人が多い。トリトン完走してる人は、
ほぼ使ってるレベルのね、マジで。でトリトン完成してない人が、まだね、マルチで使ってる人が少ないって感じですね。はい、なんで、グラチェルとかだとめちゃくちゃ流行ってるんですね。本当に。メガゴ。いや、めんどくせえ。このゴボリとかいうカードマジでね、ゴボ小屋だ。ゴボ小屋。俺一番打つだな。クロスの次ぐらいに嫌い。ゴボ小屋。めんどいっすね、マジで。本当だったらここにライト打ちたいんですけどね。めんどいから。やだ、一発欲しいのに。いやー、なんだこれ。あれか？スケラか？ハネハネさんと同じあれか？さては。いやー、スケラだろ、これ。絶対。ファイボの、スケラだろ。逆サイロー行っちゃうからね、俺。よいしょ。打つの。なるほどね。よいしょ。いいタイミング。いやー、入るねー、しかも。コウモリだけで抑えられた。もう、ゴブ小屋とね、ゴブ小屋とキョスケ見たら、ハネハネさんの顔が俺浮かんでくるからね、もう。ゴブ小屋。どこ行きましょう。やばい。邪魔しないで。ああ、俺の小屋が、マジで。俺の小屋が、マジで、壊されてる。だるいわ、マジで。本当にだるい。いや、めんどくせえ。これ、一日取った方が楽だな、絶対。これ、コウモリ、メガゴで溶かしてもらい。いや、ババか。そうだ、そんなんいたわ、そういえば。いや、めんどい。いや、もう無理だ。絶対守れん、これ。でですよ。こっからどうすんのっていう。お、そっち行く。マジまさかのババ回るんかーい。頼む。もうなんでババなの。ババマジ無理。ババ多分ね、オーブン2個ぐらい貯めないと無理ですね、ババ。いや、攻めたいのに攻めさせてくれない。終わった。いやー、ババは違う。俺はもうね、ババは違う。絶対に違うから、ババは。ババはね、違います。違うので、ノーガウンドで行きたいと思います。またこのデッキにやられたわー。マジで。なんで俺はこのデッキ引くの？まあ、リーグに関してはね、引くとかじゃないんですけど、今はちょっと違くね。今ぐらい気持ちいい思いさせてほしいわ、さすがに。ラスト。これラストでいきたいと思います。いやー、マジで。変なん引くじゃん、マジでよ。なんなんすか、ほんとに。くっ！ババがきつい。ババと、スケラ受けがないので、スケラが若干。まあ、てか、一本は絶対おられるね。だから、ね、2-1 プランですね。スケラは。あー、この人なんだっけな。ペッカじゃなかったっけな、この人。だった気がするんだけどな。なんだっけな。ペッカだった気がするんだよな、普通に。おや？あ！ロイだ！ロイかも。あれ違う。何も違かった。ですね、これはどうしようかな。本当だったらロイ逆線ポンって投げたいんですけど、で、刺してくれなさそうなので、とりあえず同塞、守ろうかな。よいしょ。で、まあ、キング起動ね、軽めに。やばい。勢いだけ止めて。よし。まあ、この程度でね、のダメージ、キング起動できたんだったら、まあ、よきなんじゃないでしょうか。とりあえず、ロイつけちゃうか。ペペペーン。まあ、なんとかしてくれるでしょう。うれ。はい、俺の勝ち。はい、俺の勝ち。もうやばい。
頼む。言ってくれ。よし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 。キングキドしてるんだよね。これがね、もう、うい。ういって感じで。で、これが溶けたら、こっちにね、タイヤが変わるんで、なんならタイマンで勝ってくれるっていうベビー。ベビー強くね？メガゴにタイマンで勝つっていう。この単体性の高さが売りのメガゴにタイマンで勝つっていう。えぐいっすよね。単体性の、タイマンも強い。ベビドラ。どうぞよろしく。ということでね、ケツメガゴ。またゴレを使ったんで、はい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 。そいつね。強いよね。はい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 。ワンチャンライト来る。乗って、これ出して、フライシン。よいしょ。なんなら俺がライト打ってよかったっていう。よいしょ。これ、勝ってくれそうなんで、メガゴは。フラッシュ前メガゴでね。バシバシにプレッシャーかけていって。で、まあ、今回、じゃなくてトリトンで。やばい。ちょっと待って。しくったかもしれない。しくったかもしれない。オッケー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 。うまいうまいうまい。防衛うまい。防衛うまい。防衛うまい。いいよ。オッケー。しかも、トリトン咲いたんで、これしかもメガゴスケぐらいしかない。イエーイ！で、これもしかしたらトリトンがそろそろね、来るんで、これにね、スケとかを散りばめてあげて、トリトンで引っ張りにくくしてやれば、一発！センキュー！でも、でよいしょ。センキュー。これウッドライトウッドで終わるかな。ライトギリ終わんないよな、この。あ、でも入りそう。イエーイ！あ、ライトで終わったわ、今。なんか弾出てたわ、ロイジャイの。ということでね、こんな感じでね、イエーイって感じで、勝てちゃうんで、ね。陸にはめちゃくちゃ強いです。あ、陸にはって言っても、キョスケとか単体だったら強いんですけど、スケラがね、やっぱスケとベビダラとかね、しかないから、まあ、ウッドもあるから、しのげるにはしのげるんですけど、3回ぐらいスケラ打たれたら、タワー落ちます。なんでね、まあ1回のスケラでまあ大体3分の1ぐらい食らっちゃいますね。いい防衛しても。って感じですね。まあそれまでに体格を追って1-1からの2-1で勝つっていうプランですね、スケラには。ラバクロにはまあ頑張りましょうって感じで、まあラバクロはほぼ無理と思っていいんで、もし負けても、あー、ラバクロはマジでねえわ、ぐらいでいいですね。はい、って感じで、今日もこの感じで終わりたいと思います。また明日もね、試合があるんでね、で、頑張って、できれば動画上げたいと思うんですけど、もう、俺の、時間次第ですね。ってことで、まあ明日はもしかしたらね、更新が途絶えちゃうかもしれないんですけど、もうその辺はごめんなさいという感じでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。また、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。